96キロ、イリープロハスコ。赤コーナー、185センチ、99.6 キロ、バディン・ネンコー。レフェリー、ビッグ・ジョン・ムカーティ。Count over the rules. Protect yourself at all times. Only when commands. You know, elbows to the head. Watch the back of the head. Touch gloves. Good luck. 準決勝第2試合です。イリー・プロハースカ対ワジム・ネムコフ。チェコのプロハースカ対するロシアのネムコフ。今ロングです。ネムコフ、本当期待してるんで、はい、この2人の戦いは楽しみですね。そうですね。ただ大沢さん、はい、イリー・プロハースカが1回戦石井聡相手に圧倒的なこのハイキックですね。強さ見せました。ハイキックがこの足使いながら多彩ですよね、本当に。あの打撃のこのフットワーク使って見づらいと思うんですよ、はい。うわー、今聞きましたね。それでもタックルに行くのがワジム・ネムコフ。おー、このプロハースカをリフトして叩きつけてまいりました。ネムコフいいですね。そしてこれ今チョーク、そうですね、決めていこうというところ。あ、まだ首を持っています。まだ捉えている。さあどうだ、大沢さん、いかがですか。多分入ってないですね、これはまだ大丈夫、はい、はい、ちょっと抑えてる。再び足をかけて、どうだ、ネムコフが絞っていく。ちょっと体ずらせば、外れた、外れた、立ち上がる。いいですね。緊張感があります。あれ、足クラッチで相手の体に足を巻きつけることができたら、ロングショット決まってたと思うんですけど、体横に出てたんで、あのプロハースカの体が横に出てたら綺麗だと思う。プロハースカが一瞬でリアリと笑いましたよ。体撃で来るところをテイクダウン。いやー、でもこう仕掛けますね、組は本当に強いですね、ネムコフ。はい、ワジム・ネムコフは3本のバックボーン。そうですね、はい、世界サンボ選手権100キロ級で優勝という実績がありますが、そのネムコフに対して下から三角締めでしょうか。どうですか、仕掛けます、十字でしょうか。仕掛けていこうというイリー・プロハースか。仕掛けますね。そうですね、イリー・プロハースかは前回、腕を伸ばしきるかどうだ、どうだ、重視どうだ、抜けた、抜けた。プロハースカ、打撃だけかと思ったら組もできますね。そうですね。ちなみに現在の新戦を含めてここまで14個の勝利があるんですが、11 KO 3つの1本ですから、まあ、サブミッションでも仕留める力を持っているというイリー・プロハースカ。そのプロハースカに今度はパウンド、ワジム・ネムコフです。ネムコフはここまで MMA1 回戦のゴラン・レリッチ戦を含めて4戦4勝、まだ負けがありません。負けを知らない男です。いや、ネムコフは僕はもう本当期待してるんですよね、うん。1回戦、そして準決勝、ここまでご覧いただいて、ネムコフの一番いい部分っていうのはどういうところですか。やっぱり組の、バント強い。うわ、いや、組だけじゃないですね、大沢さん。パンチ力あると思うんですよね。サイドにつく。プロハースカの長い足を越えて、おお、プロハースカ。いや、プロハースカ、前出ますよ、これプレッシャーかけて。この立った後に、上を取ってきた人間が立たれた後って結構疲れたんで休みたいところで、このプロハースカープレッシャーかけるんで、ネムコフは嫌だと思いますよ。そして今変則的な関節切りもありましたよね。そうですね、多彩なんで。左を返していくネムコフ。いいですね、プロハースカー前出ますね、プレッシャーかけますね。これですよね、今のリアの関節蹴り。いやー、アスリアですよ。
ください。一瞬結構そのマスクリスが外れたんですが、ちょっとスタミナなくなってきてるんじゃないですか。そしてちょっと出血になりますよね。マウスピース落とすときって結構呼吸しづらくなって口開いてるときにポコッと落ちたりするんで。なるほどなるほど。マスクも鼻から出血ありますが、そのタックル潰してもうんと全部できますね。全部できますか、はい、この大きな体で。いや打撃だけだと思ったら。さあバックにつきます。ここから首に腕を回す。足も4の字ロッカー。いやまだそこまで考えてません。3本チャンピオンの連発から1本取るということになれば、いやすごいですよ、快挙ですよね。チェコの GCF ですね、 GCF のチャンピオン、はい、GCF のライトヘビー級のチャンピオンです。ちなみにイリー・テーマンスカは2012年にその GCF でプロデビューですから、キャリアはまだ3年という選手です。すごい、いい選手ですね。あのイリー・プロハウスがまだ23歳なんですね。若い。ただ対するネムコフも23歳なんですね。2人すごいですねこのライジンで育ってほしいですね。そうですね、ぜひ。もつれて体勢入れ替えた。これがネムコフです。この入れ替わってくるくる入れ替わる試合面白いですね。そしてここは腰を上げてスペースを作ってパウンド。あ、立ち上がってきた。立ち上がりはマジやったんですが、いや、いい若い選手がいますよ。ある意味怖いもの知らずでガンガンいきますよね。いや、2人ともいい選手ですよ。本当にいい選手ですね。メンボンがワンスリーたちで打撃からタックル組みに行く。それを嫌がる。どうするか。あ、メムコ君ちょっと疲れてきた。足が足をかけてテイクダウンはまだ続けていない。いや、この攻防は大事だ。この攻防は大事。どうするか。押し切ったのはメムコフ。上を取ります。さすがですよ、サンプチャンピオン。まあ何度も言いますがネムコフ、これが MMA5 戦目です。そうですね、まだ5戦目。対するプロハースカはこれが18戦目です。23歳で18戦目です。しかも、キャリアは3年しかないんですね。3年で、年間6試合ぐらいですかね。ですね、すごいな。いや、この2人このすごいハイペース飛ばしますね。そうですね、すごい消耗戦。さあ、そして十字だ十字だ。ネムコフがこの長い腕を十字で伸ばしていこうと。回転した回転した。まだでも抜けてないですよ。まだ抜けてないですね、はい、あー、どうだ、伸びるか伸びるか。あー、取り返しました。すごい、どよめく埼玉スーパーアリーナ。すごいスイングしてますよ、これ。拍手が沸き起こります。いやー面白い。バカロンバカロンバ。ただこれネムコフが下になっても面白いですね。これ消耗戦ですよ、これ、どちらがどういう仕掛けを見せるか。立ち上がるのかネムコフ、それとも、あー、193センチ、コントローラーで出場選手が最も高い身長を誇るこのイリー・プロハースカ、長い手足を駆使して振り回してくる、それを絡め取ってやろうというワジム・ネムコフです。サイドにつきますイリー・プロハースカ。ネムコフちょっと疲れましたかね。そうですね、今ミックスポジションになっても自分から立ち上がっていくことはあまりしなかったですよね。ちょっと疲れました。再び、あ、この状況ひっくり返した。どうだ大沢さん、いかがですか。入ってないです。今度は右の腕を振り直しました。これちょっとずれてます。これでは決まらない。第1ラウンド、10分間の第1ラウンド、まもなく9分が経過しようというところです。ネムコフの動きが落ちてきてますね。いや、9分間動き続けている容赦ですからね。いや、ハイペースでしたもん、動き方が。しかもこの体の大きさ、
ネームコースが 185cm99.6kg、 対戦イリー・プロハースが 193cm96kg。 この大男たちが10分間動き続けるという。いや、復活しましたね。それで動けるのが上島のゲーム。そして膝だ。すごい消耗戦ですよ。これ残り1分を切っています。第1ラウンド気持ちの強い方が勝ちますよ。そうですね。いや、ただネムコフも大沢さん、どうだ、立ち上がりには、うわー、ゴムですね。これゴムゴムですか。うわー、最後はスタンドまとめて打撃をまとめていこうというギリープロアスター。膝から右のハイ離れながらもバチン、再び前に出ていく。ネムコフはタックルに行くが、これは切られる。ちょっと疲れたか。ネムコフまっすぐ下がる。飛び上がる。しかし時間がない。右のパウンドもつれながら腕を探っていこうというイリー・プロハースが、さあどうなるんだ。第1ラウンド、ここで終了です。見てても気づいてない。これ見ててもこれ息上がりますよ。これ絶対やりたくない試合ですよ。今ちょっと待ってください。ネムコフが立ち上がる。戦ですよ。視力を尽くした。本当に視力を。準決勝第2試合、まあ、まさに生き残ったのがイリー・プロハースか、キングモーの罰決勝へ。皆さん大きな拍手を。бой был тяжелым, возможно, сказалось мое физическое состояние. Я не восстановился после первого боя. У спортсменов мотивирован очень и постоянно идет вперед, пропускает удары, но все время все равно идет. Good fight, man. Thank you. Thank you. Так для меня. Удачи тебе. За тебя. За тебя. Удачи. Удачи. За тебя будем болеть. Спасибо. Ось. Ano, to prawda. Ej, bo zemrzeć. Hus. Hus!